ロニー・クインタレッディはイタリア人のレーシングドライバー。10歳でカートレースデビュー。1999年にはヨーロッパカート選手権 125cc クラスのチャンピオンタイトルを獲得した。2000年にはイタリアフォーミュラルノーシリーズに出場する。2001年にはユーロカップフォーミュラルノーに出場。2002年にはドイツフォーミュラルノーシリーズに出場している。 ただこの頃は、レース参戦資金の不足により、十分な体制での参戦ができないという悩みを抱えていた。2002年にはシートを求めて来日し、この年から復活した富士グランチャンピオンレースにスポット参戦。この時の走りが、日本のレース関係者の目を引き、2003年より全日本 f 参戦手権にインジングから出場し、翌2004年には発祥を上げ、 2位に42ポイントの大差をつけ、シリーズチャンピオンを獲得した2005年から、スーパー GT500 クラスに登場した。この年は、トヨタチームサードから参戦し、シリーズ16位。2006年は、第6戦鈴鹿ラウンドにトヨタチームセルもから第3、ドライバーとして、スポット参戦し、決勝7位の成績を残した。2005年のシーズン途中に近藤レーシングより、 全日本選手権フォーミュラ日本に参戦し、シリーズ9位。2006年には、インジングのフォーミュラ日本参戦に伴いチームに復帰し、2007年の第4戦で、念願の初優勝を遂げた。2008年も、体制を継続して参戦している。鈴鹿サーキットで単発イベントとして開催された鈴鹿 1000km には、この年のスーパー GT 同様にサードから、 スープラで参戦し、逆転優勝を飾っている。2007年も、第6戦鈴カラウンドに、トヨタチームクラフトから第3ドライバーとして、スポット参戦した。2008年は、チームの所属を、日産自動車系のハセミモータースポーツとし、新規投入された GT-R をドライブし、2年振りのフル参戦を果たした。10月5日に、トレースクイーンの女性と結婚。 2009年も、ハゼミから参戦した後、2010年は、チームインパルより参戦。2011年は、GT500 クラスにステップアップしたモラに移籍し、柳田正隆とのコンビで参戦。第4戦のスポーツランドスゴでシーズン初勝利を挙げると、その後も安定した成績を残し、初のシリーズチャンピオンを獲得した。2012年も、引き続き、 モラから柳田と共に参戦。序盤の不調を跳ねのけ、第4戦のスゴ以降は5戦連続で表彰台に上り、第5戦の鈴鹿 1000km でシーズン初勝利を、ポールトゥーインで飾ると、その後第7戦のオートポリスでの勝利をもって、王座を確定させた。最終戦前の王座確定は2007年、アータ NSX の伊藤大介、ラルフ・ファーマン組、以来、5年ぶりのことだった。 また、同一コンビによるシーズン連覇は、全日本 GT 選手権時代から遡っても、史上初である。2013年は、柳田と共に、ニスモに隻、ニスモも、柳田、ロニーの移籍に伴い、タイヤを、ブリジストンから、ミシュランタイヤに変更する。開幕戦岡山、第4戦スゴ、第5戦鈴鹿と表彰台に上がるも、シーズンを通して苦戦。 シリーズ6位に終わり、史上初の同一コンビによるシリーズチャンピオン3連覇達成はならなかった。また2014年からのドイツツーリングカー選手権との車両規則統合に伴い、柳田と共にシリーズを戦いながら、2014年導入予定の GT-R ニスモ GT500 の開発ドライバーを務めた。2014年はモラに復帰した柳田に代わり、7年ぶりの チーム復帰となる、松田次男と共に参戦。第3戦、オートポリスでシーズン初優勝を飾ると、次戦のスゴでは、ノーポイントに終わるもののその後の富士、鈴鹿と2戦続けて2位表彰台を獲得。ランキング3位で迎えた、最終戦モテギは、ポールポジションからスタートし、1周目でタイトルを争う、ジェームズ・ロシターとジョア・オパオロ・デ・オリベーラが、接触するという波乱のレースで優勝。 ロシターが10位、伊藤大輔、アンドレア・カルダレッリ組は2位となったため逆転で GT500 クラス最多対3度目のタイトルを獲得。ニスモにとっては2008年以来のチャンピオン獲得となった。他シーズン途中からインタープロトシリーズに参戦。チームララパルーザ16号車の渡辺久和と組んで第3戦、最終戦に参戦した。2015年も引き続き、 ディフェンディングチャンピオンとして松田と共に、ニスムから参戦。第2戦富士を、ポール・トゥー・ウィンでシーズン初優勝を飾るも、その後は、表彰台にも上がれず苦戦が続く。しかし第7戦、オートポリスで、ライバルのカルソニック・インパルを抑え、2勝目を挙げ、シリーズランキングも2位に浮上。タイトル争いがかかった、最終戦も手際、予選がウェットコンディションになった影響で、 予選12位からスタートとなり、逆転チャンピオンが難しい状況と思われた。しかし決勝レース直前に再び雨が落ち始め、ミシュランタイヤとの相性がいいウェットコンディションとなり、ロニーが順調に追い上げ、またピット作業の速さもあり、後半スティントを担当した松田が一時トップに浮上。優勝は37号車、キーパートム S に譲ったが、2位に入り、 逆転でのシリーズチャンピオンを決めた。史上最多の4度目のシリーズチャンピオン獲得となり、2度目の連覇を達成した。4回のシリーズチャンピオン獲得は、スーパー GT 史上単独最多記録。他、昨年に引き続き、ララパルーザ16号車より、インタープロトシリーズにフル参戦した。2016年も、ニスモよりマツダと組んで、スーパー GT に参戦。 同年6月、母国であるイタリア共和国からスーパー GT での功績と東日本大震災後の東北地方での継続した社会貢献活動が認められ、勲章であるウッフィチャーレが授与された。日本人の妻がおり、レース中の無線やインタビューも流暢な日本語で会話し、語学官能である。インタビューなどでは、当時パートナーである柳田正隆のことを、まあと呼んでおり、 親密な関係だと伺える。2001年はシリーズ参戦を中断し、カート界に逆戻りしている。ロニー・クインタレッリ選手がイタリア共和国の勲章を受賞2016.0623動画、ロニー選手、イタリアの星に。ありがとうございます。